ミキ君。あ、どうも。今日は小杖ちゃんは一緒じゃないの？ええ。そう。それじゃあそっちの席に行ってもいい？え？その、僕がそちらの席に来ますよ。そう？はい。ところで、今日はどうして？うん、実は。実は、落とし物が届いてるって言うから、交番に来たんだけど。そうですか。そんなことが。ごめんね。せっかく美味しいケーキ食べに来たのに、こんな話。いいえ、そんなこと。すみません。僕、うまく慰められなくて。ううん、気にしないで。話を聞いてもらっただけで、すっごく気が楽になったから。はい。そうよね。美味しいケーキを食べながらその話じゃなかったわ。私だって気晴らしに来たはずなのに。これじゃあ何しに来たのかわからないじゃない。私のバカ。